ばんは誰にでも弾けるギター教室の時間でございます。本日ご紹介するのはこちら、日本が誇るアイバニーズ製のセミアコースティギターですね。非常にいい音がします。こちらはですね、1980年に作られたアイバニーズ製なんですが、いわゆるジョン・スコフィールドモデルというものですね。重さなんですけど、レスポールより重いです。4.6 キロ以上あるんじゃないかと思います。ですが、私はベースも片手で持てるので、特にこれもですね、こいこいと持てます。はい、ギターは半分体力の部分はあるので、こういうのもうバランスですね。もうぐるぐるっと、持てるないと、なんかのギターで重いとか言ってるようだと、プレイヤーとしてはいかがなものかと思います。ただショップの方の場合はね、重さを気にされるのはなるべくお仕事でね、軽い方がいいので、重いギターというのは辛いと思います。で今回お話しするお話はですね、信頼できる、お店でギターを購入しましょうという話でございます。実はこれ私ね、今日まで知らなかったんですが、ギターの出荷時に貼ってある弦のゲージの太さありますね。まあ、一般的に今だと1046が、ギブソンだと、出荷時の、まあ、ノーマルの弦なわけですね。例えばギブソンの335、まあ、セミアコだと335使われる方多いと思うんですけど、私はギブソンよりアイバニーズでセミアコの方が好きなので、どちらがいいかではなく好きなので、こちらを使っております。はいはい、もうすごく美しいですね。これ本当に音もいいです。はい、いろいろ弾き比べた中でこれが最もいいと思ったので、手に入れました。全く手放す気はありません。はい、でですね、重要なことなんですが、これ今日私言われてびっくりしたんですが、お店によってはね、まあ、会社によっては弦のゲージを変えただけで、保証が切れるそうです。要するに1年間の保証っていうのが一般的についてるんですが、それを例えば私の場合だと、元のオーナーの方は1046の普通、まあノーマルのセットなんです。で、私は基本的に弦は太ければいい、音がいいと思っているので、アイバニーズにも、オベーションにも、太い弦を張ってます。とにかく負けず嫌いなところがありまして、まあ、こちらのジョン・スコフィールドモデルだとジョン・スコフィールドが1、2を張っているので、まあ1、2で、オベーションは、アルティメオラが1,2を張っているので、私も 1,2 で弾けないといかんと。もともとはね、 1,2 よりもっと太い弦の方が音は良かったんです。で、オベーションの、ノーマルの弦のね、スウェディッシュスティールのもの、一応音が良かったんですが、残念ながら売ってないんですね。で、こちらのオベーションもネックが反ってですね、かなり反っている状態で、でもまあ反ってようが何だろうが、音が良ければそれ弾くわけです。はい、でこちらのアイバニーズはですね、本当によくできてまして、まあロッドの、まあトラスロッドのね、効きも良くて、本当にピシッとしたいいギターです。で、今日は久しぶりに渋谷にございますね、クロスター楽器、G クラブ東京さん、はい、ごめんなさい、いいのか、G クラブ東京渋谷さんにお邪魔したんですが、
担当してくださってるね店員さんの方に、あの一応お話しときますけど、竹下さん、あの基本的に会社によってはね、あの弦のゲージを変えただけで、あの保証を受けられなくなるんですよって言われて、えっと思って、例えばクラシックギターでガットギターであったらね、じゃ例えば出荷時にじゃオーガスチンの赤が貼ってあったとしますよね。それ私はオーガスチンの、赤の中でも、若干テンションの強いね、もう硬ければ太ければいいと思ってるんで、リーガルレッドというのを使ってるんですが、ちょっとクラシックギターでそれ考えられないんですね、弦を変えたからと保証が効かなくなるなんて話は聞いたことがないんですので、と思って、はあ、それっていうのはあのもうこのギターに関してはね、確かに黒佐垣さんで買ったけれども、うちでは面倒を見ませんよということを言ってるのかなと思って、ちょっとびっくりしたんですよね。はあと思って、仮用に、いやちょっと待ってくださいって、じゃあもう買えますと思って、じゃあちょっと待ってくださいって言われて、もうちょっとするとね乾燥するんで、竹下さんギターあの持ってきてください、あのチェックするんでっておっしゃったんですね。これはね驚きましたね。さすが黒沢がきと思いましたね。お世話になってます。ありがとうございます。あの要するに私の中の知識としてそういうこと知らないといけないわけですよ。あのその黒沢がきさんでは、まあ私が使ってるギターに関してゲージを変えたとしても、面倒見ますよ。ただしその極端なことをする人がいるそうなんです。ちょっとそれはないだろうっていう、その常識外の、例えばこのアイワニーズのジョンスコフィールドモデルなら、やっぱりジョンスコフィールドさんが貼ってるのと同じ弦を貼ってて、ちゃんと根っこの状態もなってないとそれジョンスコフィールドモデルにならないんで、前の方が10を貼ってようが、私が12でジョンスクフィールドと同じゲージを貼ってたら、それはアイバニーズとしてやっぱりそれで成り立たないといけないわけですよね。ただし、極論ですよ、これ極論ね、極論おっしゃられたんですけど、ギブソンの335にベースの弦を貼って持ってこられたら竹下さんどうしますって言われ、それは非常識だよねって話で、でもそういうぐらい非常識な人ってお客さんの中にいるんですよって、いやそれはいないでしょと思ったんですけど、いるんだそうですね。私たちの中ではそれは常識ってあるわけです。まあある意味こうオベーションのプロトタイプとかそもそもの、そのノーマルがないので、いろんな弦を貼ってみました。まあ、結局はアコースティックギター用の弦になったんですが、あのエレキギター用の太い弦を貼ってみたりとかいろいろしたんですが、あの結局のところ割と常識的なところに落ち着くんです。私の場合ね、あのメーカーの推奨値、全て私メーカーの推奨値でギター弾いてます。低いとか高いとか一切言わないですね、はい、あのメーカーさんにお任せして、そのメーカーさんがいい、最もいいと言われる推奨値にで弾けるようにしてます、はい、なのである意味優等生です私。でですね、そのまあ9月下旬頃になるとやっぱ若干湿度が下がるんですよね。なのでまあ指板のチェックとかね、クリーニングを兼ねてあのギター持ってきてくださいって言われた時に、いやまたビエーンってなったわけですよ。なんていういいお店だと思って、やっぱりいいなと思って、その一瞬ねちょっと、いや何それ、俺に対してその俺とか言っちゃいけない、私俺僕あれに対して、いやもうこの店では面倒見ませんよって言ってんのかなと思って、はって思ったんですけど、そうじゃないんですよね。あのやっぱり知識として持ってなきゃいけないわけですよ。
あのそういう人もいるっていうことをね。であとお店としてやはり対応できることの限界がある、こうしてね YouTube チャンネルやらせていただいたり、あとまあ、さまざまな方からねご質問を受けるような立場になりましたんで、知識として持ってないと、まあ、一応お伝えしておかないと、こういうケースの場合こうなる場合がありますよっていうね、そういう意味で知識をくださったんだと思います。はい、ありがとうございます。本当に知りませんでした。まず私は非常識な太さのものを貼らないんですけど、あくまでその商品なんでね、その買われたお客様がどの程度の知識を持っているか、私の場合だと必ずお店に相談をするんですね。まず、ね、自分で勝手に何かをするってことはまずしないんです。もうプレイヤーなので、そんなにギターに詳しいわけじゃないんですよ。それは普通の方よりは詳しいですよ。ただしお店ギブソンさんのリペアマンより詳しいかったら、それは全然かなうわけがないです。当然 ESP さんにもかないませんし、それ持ち屋は持ち屋なんですよ。それギター弾くのはそれ私たちの方がそれはそう仕事なので一生懸命弾きます。で いいギターも弾きます。ただそのギターに仕上げてくださるのはあくまでリペアマンや店員の方なんですよね。でここをこうした方がいいですよとか、こうした方がもっとプレイが良くなりますよとか、客観的に見てこうおっしゃってくださるわけですね。なので何かを本当ビス1本でも買えるときにはお店の方もしくはリペアマンの方に相談します。で勝手にやることはまずないですね。ただその勝手にやってしまう方がいるのも事実なんだそうなんでございます。なのでぜひね、買ったお店をすごく頼りにしていいと思います。何でも相談していただくのがよろしいと思いますし、そういうこと のやっぱり信頼感なんですよね。楽器を一本売るっていうのはすごくお店にとっても大きいことなので、何かをする前に、お店に、こうしてみたいんだけどどうですか、メーカーの保証受けられますかとかね、楽器に対してどういう影響が受けますか。当然太い弦を張ればネックの、反りは変わってくるので、それはやはりこうした方がいいですよってアドバイス受けられる。ぜひね、本当に楽器屋さんとの、特に店員さんもある意味個々になるんですね。私も担当してくださってる方、決めてますけど、じゃ他の方とも当然いろんなコミュニケーションを取るわけです。それぞれ得意分野があるんでね。でやはりこちらのセミアコに関してはやはり正直ギブソンに出入りしてるのにアイバニーズ弾くのどうなのって話になっちゃうんですけど、しょうがないですよね。私にとってですよ、私にとってはこちらの方がいいと感じたからです。はい、335のね、100万近いものと比べても私はこちらの方がいいと感じました。これあくまで個人的主観なので、私のプレイにとってこちらの方が音がいいと、そして、弾きやすい、そして重さがある、音が前面に出やすい、コントロールしやすい、さまざまな理由がありますね。なので皆さんぜひね、自分に合ったギターを探す際にぜひ店員の方とよく話し合って、自分にぴったりの、ね、時代を見つけてください。はい、あとですね、基本的にギターを何台も持っている、男子はですね、女性にモテません。女性はそういうところで、これ昼間ですね、師匠のレアルフォンソ正太氏と話したんですけど、女性はギターは1本あればいいじゃんっていう感覚なんですよ。で男性って何本もギターを持つでしょ。結局女性にとって浮気する男っていうイメージなんですよ。実際そうじゃないですか。
あのね、何本もギター持ってるのって何本も女性が囲ってるのと同じような状態で、そういう人っていうのは女性から見ると、あ、そういう男なんだっていうふうに思われるわけです。はい、なので私の場合はですね、あの何本もその場その場で使い分けるんで、はっきり言ってそういう人間です。はい、あのすいません、何本もギターを所有していますが、その場その場でその時の音もしくはその雰囲気が必要なのであって、結果的にどのギターで弾いたから、誰もわからないぐらい同じ音になってしまうんですが、それでも自分にとっては違うわけです。はい、勝手なこと言いますよね、ギタリストって。そんなわけで、ぜひ、ね、自分にとっての大事な一台、それを見つけてください。はい、で大切にしてあげてください。そして、店員さんを信頼してね、いろんなことを質問したり、確認を取る、これとても重要なことです。ぜひ、実行していただけるとよりね、素敵なギターライフが送れてます。それでは、誰にでも弾けるギター教室のお時間、これにて終了でございます。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time です。